ほい、皆さんこんにちは、小坂でございます。ファイナルファンタジー14続きをやっていこうと思います。さあ、前回まではパーラカの里にいたのですが、ちょっと場所を変えましてね、ヤドリマンに来ております。パーラカの里がどこかと言いますと、この辺ですね。この辺にいたんですけれども、鉱脈クエストをね、先に進めようかなと思いまして、こちらにやってきました。さあ、何やらね、なんか不安げな表情の方がいるんだけれどもね、オフルさん、どんな話でしょうかね。はい、レベル80クエスト、アジムステップの若き冒険者。おお、なんでしょうね。はい、やっぱ怯えてたんですね。十中なんでマタンガ族がこんなに。ここは人の町じゃないのかよ。あー、ゾウさんが苦手ってことかな。あ、知ってるぞ、姉さんのこと。終節の合戦でモル族と一緒に戦ってたよな。私はカタイン族のオグルだ。姉さんみたいな旅しながら人助けする冒険者になりたくて故郷を飛び出してきたんだけど、ここマタンガ族の町なのか。見つかったらアウラ族は皆殺しにされるんじゃないのか。はい、アジムステップのマタンガ族とは違うらしいぞ。アルカソーダラ族は文明的だから。あー、まあこっち行ってみようかな。そうなのか。けどさ、ばあちゃんも言ってたんだ、マタンガ族を見たら地平線の向こうまで逃げろって面白いですね。ダメだ、理屈抜きで怖いもんは怖い。今すぐ船賃を稼いでこんな恐怖の島から逃げてやる。なあ、頼むよ、少しだけ一緒にいてくれないか。船乗りたちから仕事の斡旋人の名前は聞いてるんだ。カーンチャナってやつのところまで付き合って。いや、その人もね、あのマタンガ族なんじゃないですか、この流れだと。どうでしょうね。はいご分をお祈りしております。まあ、お祈りだけだけども、まあついてってあげましょうかね。ギャーってしてるのがすごいね、目に浮かびますけどね。どうでしょうね、実際は。さあ、どこにいる。パッと見今いない。ああ、なるほどね、あの奥の建物ですね。はいはい、あの四角いやつか。さてとね、久しぶりのこの丸いエーテライト、かわいい。さあ、どうでしょうねさあ、予想は当たっているのか。まあでもそうじゃないとね、なんか それ以外の選択肢があまりねないような感じの進みですけど、これほんと絵画みたいで、どこがね扉で、どこがね壁なのか、パッと見すぐ分かんないよね。やっぱそうだよね。ほらほら怯えてらっしゃる。ごめん、私の代わりにカンチャナと話してくれないか。まさかアセニがマタンガ族なんて思わなくてさ。大丈夫かい。こんにちは、ヤドリマンへようこそ、旅の方。私は仕事のアセニをしているカンチャナ。あなたたち、お名前は。はい、イズコミカサと申しますイズコとオグルね、覚えておくわ。どうして仕事くれる人までマタンガ族なんだ。助けて、ばあちゃん。めっちゃ怯えてる。その子、どうしちゃったの。なんかね、ばあちゃんにマタンガ族がやばいってなるほど、ガジャアスラ族のせいで。アルカソーダラ族にとっては風評被害もいいところね。それで仕事を探し。不況な煽りで職を失った住民が多くてね、簡単な仕事をほとんど彼らが終わらせているのよ。だから戦える人向けの依頼しか残っていないの。それでもいい。どうでしょうね、戦えますか。腕っぷしなら自信あるぞ。ばあちゃんもお前は竜太子のチャカに似てるって言ってたしな可愛らしいですね。そのチャカって人が何かはわからないけど、腕に覚えがあるなら最初に出た職人の護衛を頼める。護衛役が見つかったら後からでも来てほしいと言っていたわ。え、もう出発した後なのか。ガシャや演舞場で舞の奉納を行うことになってね。そこで使う子や踊り子たちの衣装を仕立てるとかで急いでるようだったわ。どうするんだろう。ところで質問、そこにマタンガ族は。
依頼主がアルカソーダラ族よ。頑張って優しい。あったら間違いなく失神する。姉さん、一生のお願いだから一緒に来て。報酬は半分こしよう。まあいいけども、これからがね、先が思いやられますね。依頼主のアルカソーダラ族の職人長にはヤドリマンを出て西に歩けば会えるはずよ。よし、現地で合流だ。ちゃんと来てよ。これ一緒にね、行けばいいのにね、間でアルカソーダラ族と会ったらどうしてしまうんでしょう、あの子はね。心配ですね。困った困った。ここいっぱいいるからね、アルカソーダラはね。まあでも確かにね、いろいろあったでしょうし、そんなに簡単にはね、やっぱり怯えていらっしゃるね。簡単には克服できないかな。おや、もしかして護衛の剣かな。そうです。それはありがたいけど、連れのお嬢さん大丈夫？具合でも悪いのかな。大丈夫ですか？ひらめいた。私が採取してくれば怖くないし安全だし最高なんじゃ。よし、職人さんは待ってて。わかるのかい？みんなもう採取しに散っているから、魔物が近づかないよう見回ってほしかったんだけど。彼女、もしかしてアルカソーダラ族が怖いの？島外から来た人にはたまにいるんだよね。まあともかく俺も採取に行くから、君は見回りを頼むよ。まあね。はい、オーグルが心配だ。見回りがてら行方を探してみよう仕事が増えてるし、こっちのね、ガチャの方がね怖いよね戦いに来るゾウの方が怖いですね、どちらかというと。もう季節外れのマウントでも使っていくスタイルですよ、私。さてと、前でなんか戦ってるように見えるけど、あ、やっぱそうだよね。ああ、負傷してる。大丈夫かい？オーグルはちゃんと仕事してるの？君。はいはい、すごい目の色が変わった。ゾウさん戦ったら強いだろうからね。でも一匹倒れてるね。ってことはちゃんとね、護衛はしたのかな。どうなんだろうね、ちゃんと役に立っているか。やっとこそね、ちょっとあのキーボードを触るのに慣れてきたでもちょっとあれだね、やっぱり移動がちょっとまだおぼつかないですね。まあとはいえ、ずっとね、ずっとキーボードなんですけどね、別にパッドでやってたってわけじゃないんですけど、なんだろうね。大丈夫ですか？ありがとう。最初に夢中で魔物に気づかなかった。うん、あるある。怪我は大したことないし、採取も済んだから職人長へ報告に戻るとするよ。オグルさんは？あ、意識飛んでた。もしかして魔物を倒してくれた？倒したよ、一匹は。助かった。片方は不意打ちで倒せたけど、背後にマタン家族がいると思ったら体が固まっちゃって。ばあちゃんは心は流れる水のようにって言ってたのに大失態だな。反省反省。ところで、なんでここに？いや、見回ってくれって言われたのとね、君が心配でね。え、見回りをしてほしいって言ってた？あ、そっか、一人で突っ走って迷惑かけてごめん。助けた職人がちゃんと引き返せたかも気になるし、ひとまずアルカソーダラ族の職人長のところにまで戻ろう。まあ、一匹はやれたから、まあ仕事は何もしなかったってわけではないですね。まあそこはね、評価ポイントとして職人長さんにも認めていただければ嬉しいけれども、ちゃんと戻ったかな。まあ、戻ってそうだけどね。さあどうですか？見回りお疲れ様。仲間を助けてくれたんだって？本人から聞いたよ。世話になったね。彼を含め
職人たちは引き上げていったから俺もそろそろ戻ることにするよ。報酬はカンチャナから受け取ってくれ。二人ともありがとう。ヘドリマンに戻ってカンチャナに報告しよう。はい、そんなに大変なクエストではなかったね。もっともっとなんか3箇所ぐらいね、回るのかなと思ってたけど。こんなベヒモスなんかで入ってたらえらいことにね思われそうですけど大丈夫かな。お帰りなさい二人とも。さっき職人長からお礼を言われたわよ。彼らがやろうとしている奉納はね、最近いろいろとあったから急遽決まったみたいなの。だから少しバタついてしまって苦労をかけてしまったわね。困難を前にした時、サベネア島の住人は奉納の儀式を通じて今一度神獣様の教えを胸に刻むの。そうして心を奮い立たせるというわけ。二人のおかげで無事に奉納できそうでよかったわ。本当にありがとう。報酬はしっかり半分ずつ支払わせてもらうわね。ところでもう一つ依頼を受ける気はない？興味があるならまた声をかけてちょうだいね。はい、まあそのまま行きましょうかね。まず一つね、まずアジムステップの若き冒険者コンプリート。はい、そしてね、何があったのかな。道行けばマタンガ族あり。克服できるのかな。術あら、仕事に興味を持ってくれたのね。近隣住民から魔物の討伐依頼が来ているの。最近聖戦士団もいろいろと忙しそうでね、巡回の人手が足りず魔物の駆除が進んでいないみたい。それで対処依頼がこちらに来たのよ。依頼人はアルカソーダラ族の漁師さん。漁に出るのを見かけたから今は西の浜辺にいるはずよ。またまたアンガ族。姉さん、もう少し付き合ってくれ。交渉だから。まあ慣れてくるでしょう。きっとね。本に切る。じゃあ宿りマン西の浜辺でアルカソーダラ族の漁師に話を聞こう。さあ、オグルさんはね、これで2度目のね依頼をこなして、ちょっとはねアルカソーダラにね親近感を持てるでしょうかね。まあ、慣れるまで結構時間がかかりそうですけどね。まあ確かにね。さてと、いやーすごく久しぶりサイドクエストをやってますけれども、いやーめちゃくちゃ残してきてるからな。また黄金に進む前にね、暁の締めくくりのね時にちょっとずつ進めようかな。こんなにいい話たちがね眠っていたとは。本当にメインクエストばっかりでね、まあそれだけでねレベルが足りるのがねいいところではあるけれども、いろいろやりたかったらね回らないとなあれはありますからね。さあ漁師さんもね見事なまでに歩かそうだら。魔物の剣で来てくれたって、そりゃ助かる。俺らには船もあるが陸路を使うこともあるんでな、被害が増える前に手を打ちたくてよ。幸い俺は襲われていないが仲間が襲われたんだ。詳しいことは漁師たちに聞いてみてくれ。姉さん、聞き込み一緒に行こう。アルカソーダラ族相手にちゃんと話せる自信なくて。頼むよ、行くときは声をかけてくれ。はいはい、行きますよ。大丈夫かな、聞き込みを始めるんだな。よし、私もついていくからよろしく頼んだ。はい、で同行開始しますですね。さてどこにいるかな。すぐそこにいるけど、これでも普通のね喋れる方じゃない。ああ、魔物の話か。明けありから家取り前へ向かった時、見慣れない魔物を3体ぐらい見かけたよ。あ、それはちょっと怖い話ですね。そして眠たそうな漁師。はい、人間ですよ、大丈夫かい、おぐる。え、人を襲う魔物の情報。そこのアキャーリって出てこなかった、漁村ですね。お、出たところで長い舌を持つ魔物に襲われて大変だったよ。長い舌ねえ、どれだろうな。
さあ、そしてアルカソーダラです。魔物に襲われたかって？ええ、陸路で海産物を運んでいた時にね、街道に魔物が出るなんて珍しいから驚いたよ。はいはい、さあどうだろう。これでね、討伐しに行くのかな。まだ走れなかった。どうかしら。漁師たちから話は聞けたか？魔物に遭遇したのは街道で、数は3体、長い舌が特徴的らしい。そりゃピシャーチャかな。はいはい、あ、知ってる魔物でしたか？聖戦士団の巡回が減っている影響で、内陸側の魔物がこっちに入り込んじまったか。何にせよ、人を襲うことを覚えた魔物を放置するのは危険だ。討伐の方もよろしく頼む。あと、本当にピシャーチャーだったら亡骸を持ってきてくれ。試したいことがあってな。ひとまず1体あれば十分だ。大きかったら大変だからね。よし、どっちが先に倒すか競争だ。いざ。こんなとこは可愛いけど。威勢のいい嬢ちゃんだが、どうにも危なかしいな。あんた追いかけた方がいいんじゃないか。うん、行ってくる。任せとけ。ポンポンしてましたけど。さてと、ね、なんか下の長いって言ってたけど、普通にね、攻撃されてないか心配ですね。見たことあんのかなっていうのはありますからね。さあ、近くに風脈落ちてたりしないかな。あと多分このクエスト終わったらあと1個だけだと思うんですよね、と思っているので。あ、オグルいるな。あ、倒したかな。これ関係あるのかしら。ふっふん、先に一体仕留めたぞ。ばあちゃんの言う通り、狩りは夜のように早くってね。残りの2体は頼んでもいいか。私がこいつを倒すのを見て北西に逃げちゃってさ。その代わりに私は浜辺まで亡骸を運んでおく。はい。ああそうだね、依頼人アルカソーダラ族だけど平気？どうだろう。平気だって。少しは慣れてきたような気がするし、ほら、誰かが襲われちゃう前に行った行った。はい、まあそういうならばね、ちゃんと倒してきますよ、私がね。気絶しないようにね。これでパタってしてたらちょっと面白いね。さてと、ちょっと風脈が落ちてるかどうかも気にしつつ、どうだろうな、会ってくれるといいけれど。昔は本当に風脈集めが大変でね、昔のアーカイブ見ていただければあれだと思うんですけども、タクシーしてもらってね、集めに行ったりとかしましたよね、他のエリア。さあ、指定地点、ここに1匹来るかな、2匹来るのかな、まとめて来るかな、もしかしたら1匹だけかな。あ、まとめてきましたね。いいね。さあ、いらっしゃい。間に、でもこれね、結構重たそうだからね、大変だね、持っていくのはね。そういえばずっとまた料理食べるの忘れてるな。もったいない、経験値アップなのに。よし、スムーズに倒せましたね。さて、戻りましょうか。ちょっと慣れたかな。何をね、実験したがってたんだろうね。舌が長い、毒を持ってたりとかだったらね、前回のクエストみたいに錬金術師さんがその毒を使ってね、何かしら薬を作るとかはあるかもしれないけど、この魔物がね、どんな効果でここの世界の人たちにね、使われてるか全く想像がね、できないね。これ、こっちじゃないのか。また迷うところが。危ない。浜辺の方に行けばね、まあちょっと遠回りかもしれないけど、行けるかもしれないけど。さあ、どこだっけ？そこか。いたいた。よかったよかった。ちゃんと運べたんだろうか。なんか姿が見えない気がするんだが。あ、横にいるね。だけど？ちゃんと立ってる？
おお、あでも後ろ向いてる、かわいい。戻ったか。ジョーちゃんが持ってきた亡骸は船で仲間に運んでもらったところだ。残りの2体は倒せたか。うん、倒したよ。始末してくれたか、助かったぞ。さすが姉さん強いな。にしてもなんで亡骸を欲しかったんだ。もちろん解体して役立てるのさ。ビシャーチャの降臨かなは職人の手にかかれば銀糸になるし、肉は食料に、骨や牙は釣り針の材料になる。うん、余すとこなく使ってますね。魔物だろうと命は粗末にできねえだろ。残りを放置してもらったのは魔物に対する警告さ。近づいてこなければむやみに殺さずに済むからな。へえ、私の部族も飼った獲物はしっかり活用してたぞ。ばあちゃんも命いただく感謝を忘れずにって言ってた。やっぱりガジャースラ族とは違うんだな。感心感心。はは、俺と目を合わせないのはガジャースラ族のせいか。アルカソーダラ族は気のいいやつらばかりだ。そのうち慣れる。ソラ、こいつが報酬だ。受け取ってくれ。はい、何くれるのかな。これで依頼完了だな。アッセン人のカーンチャナにも報告しておくか。ヤドリマへ戻る準備ができたら声をかけてくれ。はい。あ、まだなんかありそうですね。道行けばマタンガ族あり、コンプリート。はい、そのままじゃあこのクエストやっちゃいましょうかね。オグルは恩義に報いたい。はいはい、なるほどね。お仕事斡旋してもらえたからかな。準備できたみたいだな。こっちも財布の中身を確認し終えたところだ。船賃はどうにかなりそうだけど、食費その他を考えるとあと一仕事かな。よかったらもう少しだけ付き合ってくれると助かる。ヤドリマに戻ったら報告も兼ねて、他に依頼がないかカンチャナに聞いてみよう。どっちが早いか競争だ。でも可愛らしい子ですよね、このね。なんか無邪気な感じがね。ね、これでちょっとアルカソーダラにね、慣れたらね、もっともっとね、楽しい日々が送れるんじゃないかなと思うけど。最初もうやだオラ帰るってしてたけどね、もう慣れてきてる感あるんじゃないかな多分ね。さてこっちから入って、空がね綺麗だったらやっぱりこの辺もね見栄えがいいんでしょうけれども、きっとね、もうちょっと進んだらこの空もね、あ、木人がある、強いな。我が家の庭に設置されてた木人はレベルいくつだったかな。あ、チョコボ屋さんちょっと開放しておこうか。はい、これもねなかなかね開放しないままね、いろんなところのが開放されないまま放置されてますね。いやー、クエスト全部回収しようと思ったらどんくらいかかるんだろうな。もうでもだって十何年分のコンテンツですからね、そう簡単にはね埋まらないよね。いやー、 FF14 がねちょっとね日常でできるようにいろいろ仕組みがねできたらと思って、やっとなんとかね進め始めましたけれども、まだでもコンテンツルーレットが怖いですもうと言ってないね、あのずっと冒険者招待とパーティー行ってる。いずこ、お帰りなさい。一仕事終えたようだけれど、オグルは一緒じゃないの？ん？お金、お財布ごとまるっとすられた。スリの犯人も見失って、完全に無一文のスカンピン。今日の宿、職場代かな、もう飯代もないぞ。お腹空いたよ。どうしたの？本当に？あらあら、それはかわいそうに。私の家でよかったらお泊まりなさいな。仕事もしっかり終えてくれたみたいだしね。本当？ようやく目線を合わせてくれた。少しはアルカソーダラ族にも慣れてきた？涙でぼやけてるからだよ。依頼のおかげで多少はマタンガ族と同じ空気を吸うことに慣れてきたけど。よかったじゃないよ。ほら、無一文は不便だろうから少しお金を貸しておくわ。なんて優しい。
ありがとう。それとうちでご飯を食べていきなさいな。よかったらいずこもどうぞ。ありがとうございます。いやチャイがね美味しそうだったから料理も気になるところすごいにっこりしてる。そうね、でもスリは誰だったんだろうね。逆に人間の方が怖いっていう感じになるのかな。どこかな、お宅がねどこなんでしょうね。はいはい、逆に港の方に行くのかな。ちょっと道じゃないとこ行ってるような気がするけど、後ろであれだな、なんか戦ってたな今。なんだろう、わあベッドで飛んでる、いいなベッドのマウントはい、ここかな、お宅カンチャナさんのお家。いずこ大変なことになったわ。私の家空き巣に入られたみたいなの。帰ってきたら窓から飛び出す男の子が見えて、室内を確認したら荒らされていたのよ。それでオグルが犯人の子を追いかけていっちゃって、心配だから彼女を探してもらえる？戸締まりは済ませたから私も一回り探してみるわ。彼女を見つけたらいつもの場所に来てちょうだいね。わあ、誰がそんなことを。どこだろう、どこですかね、遠いかな。いや家、いやそんなに遠くないな。はいはい、この辺か。どこにいるだろうね、外にいるかな、道沿い。さっき裏みたいなところもあったけど、あ、いた、オグル。見失ったかな、これは。まさかの。くそー、見失ったー。犯人はヒューラン族の男の子だったんだけど、私の財布を盗んだこと、背格好が似てたんだ。私が盗まれただけなら、稼ぎ直せばいいけど、恩人のカンチャナもってなると、無視はできないぞ。ばあちゃんも恩人には最大限報いるべしって言ってたし、頼むよ犯人探しを手伝ってくれ。はいよ。助かる。まずは犯人の手がかりを探さないとな。この住人に窃盗犯や被害のことを聞いてみるか。今回は速度重視で手分けしよう。終わったらカンチャナのところで情報交換だ。じゃあ後でな。さあ探しに行きましょう。速度重視ってことなので走って走って。お、なんかいるね。さあわかりますか、ジナサードさん。私は被害に遭っていないが、子供が盗みを働いてるって噂は聞いたことがある。昨今の情勢も相まって金に困ってるのかな。年もいかない子供が犯罪に手を染めちまうほどに追い込まれてるなんて悲しいことだよ。でもね、想像はねできるけど、実際にね怒ってみてしまうと本当になんかわーってなりますよね。しかもなんかね、なんだろう、容赦がなさそうだよね。さてと、あとはどこにいるかな、他に目撃者は。こう範囲が広いけど、あ、いたな、ダルバサさん。おお、落ちた。また窃盗事件があったの？この前私の家によその子が入り込んでたのよ。あ、そうなんだ。ごめんなさいと叫んで逃げたから無理には追いかけなかったけれど、困ったものね。さあ、あとは誰かな。いましたね。なんか一番近くにいたのかもしれないけれども見逃してた。アプッティさん。ああ、スリに会ったって話は何件か聞いたぞ。ここ最近急に増えたから犯人は同じやつかもな。ああ、なるほどね。さて、じゃあ戻って報告しますか。さて、オグルと情報をね合わせましょうか。おかえり、そっちはどうだった？やっぱ同じ人なんじゃないかって感じだったよ。うんうん、こっちは子供たちから気になる話を聞いたぞ。最近知らない大人から金になる仕事があるって声をかけられたんだと。窃盗事件との関係性には確証はないけど、あら、怪しいだろ。関係あるなら子供を捕まえるだけじゃダメだな。償うべきは
村にいるその大人だ。居場所さえ分かればな。近頃の不況で経済的に苦しい人は多いわ。その上不気味な塔が現れたり、いろいろありすぎて聖戦士団も手一杯。治安に影響が出るのも当然ね。ともかく状況を探ってくれてありがとう。ひとまずこれでお腹を膨らませてちょうだいな。なんて優しいんでしょう。オグルは恩義に報いたい。コンプリート。まだまだ続きそうですね。では一回ここで区切ろうかなと思います。続きは次回をお楽しみに。今回の動画いかがだったでしょうか。もしちょっとでも楽しめたよっていう方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。また次も小坂と遊ぼう。またね。